皆様こんばんは、エスプレッソでございます。もう立て看板がね出てますんで、もういきなりメンバー紹介したいと思います。ピアノの長持彩香さんです。で、パーカッションやらさせてもらっても藤本大輔と申します。よろしくお付き合いください。はい、10曲くらいやりますかね。よろしくお願いいたします。それではですね、皆さん多分あの県外の方から来られた方も多いと思いますね。多分いろんなとこ、長野県のいろんなとこ回って行かれると思うんですけど、ちょっと旅行って言いますかね、旅をテーマに、2、3曲やらさせていただきたいと思います。次の曲は A 列車で行こう。続けをどこまでもっていう感じですかね。 A 列車で行こうをお送りさせていただきました。続きましてもね、旅の曲になるんですけども、今年ね、谷村新司さんが、お亡くなりになりまして、我々も結構好きだったんですけども、残念だなと思って、る次第なんですが、その一つね、すごくいい曲があります。一曲だけじゃないですけどね、いい日旅立ちという曲を、お送りしたいと思います。
これもね、コマーシャルとかいろいろ使われてますけども続きましてもね、旅の曲いきたいなと思います。これはね、あの旅立ちの曲、まあ旅行っていうよりはあの人生の旅立ちとかね、若い人は旅立っていく曲だと思いますけども、木綿のハンカチーフをよろしくお願いします。歌詞歌えるんだったら全然歌ってもらって構いませんので、全然構いませんのでね、よろしくお願いします。曲の途中でアメリカの方まで行かせていただきましたんで、ね、よろしくお願いします。今日知ってるアメリカのスタンダードの曲もちょっと遊びましてね、やらせていただきましたん で続きまして、これもね、すごく旅行の曲なんですが、 JR、東海のコマーシャルで使われた曲ですね。今後ろに、ね、クリスマスツリーもありますけども、クリスマスの時期に、テレビコマーシャルとかでよく流れる曲ですね。クリスマスイブという曲をやらさせてもらいます。山下達郎さんの名曲ですね。よろしくお願いします。Thank you.
ございました、クリスマスイブをお送りしました、ね、列車の曲ばっかやってまして、で最後にクリスマスの曲とちなんだ曲をやらさせてもらったんですが、これからはね、クリスマスの曲を何曲かやらさせていきたいなと思います。なぜならですね、もう20日ですよね。あとクリスマスの曲やるの4日ぐらいしかございませんので、今のうちにやっておかないとですね、あのやる機会、そうそういうことそういうことあのやる機会がなくなりますんでね、はい、ちょっと童心に戻ってって言い方も変ですけどね、楽しんで聴いていただければと思いますね。お願いしますね。次の曲、次の曲って言ったね、一発目はですね、桑田佳祐さん、サザンオールスターズですね、白い恋人たちという曲をやらさせていただきます。
ました。続いてですね、今度は誰しも知ってるクリスマスの名曲ですね。それを我々がですねメドレーでつなげてみましたので、ちょっと聞いてみてください。エスプレッソですね。エスプレッソクリスマスした感じありますね、なんかね。じゃエスプレッソ、クリスマスメドレーをやらさせていただきます。
何曲かね、クリスマスの有名な曲をバズさせていただきました。ジャズっぽい曲を、基本的にはね、ポップスとかを我々理由にアレンジしてやってるようなバンドなんですけども、日々変化してる曲ばっかりなので、少しは楽しめるかなと思いますけども、続きまして次はね、最後のクリスマスソングになります。その名の通りクリスマスソングという曲ですね。昔の、シナトラとかですね、有名なジャズシンガーというかね、そういう方々が、偉人たちが歌った曲になります。大好きな曲です、クリスマスソング。
クリスマスソングという曲をやらさせていただきました、ジャズのスタンダードですね、できる自分に喜びがありますけども、こんな感じでやらさせていただいたいと思いますが、ガラッと変わりましてですね、もう、年末クリスマス過ぎたらね年末になりますんで、もう一気にやっちゃいましょうね。今日ね年末っぽい曲をちょっとノリのいい曲やりますんでね、お願いします。マツケンサンバ。ですありがとうございます。その言葉待ってました。今年ね、いろんなところでブラボーって言葉が
出ましたけども、まあ、ちょっと前か1年ぐらい前ワールドカップですね、長友がブラボーとか言って、で WBC でさらにブラボーとか言って言ってましたけども、ね、ね、長持さん、そうですね、はい、そういうことでね、お願いします。で、そうそうね、アンコール含めて2曲になりました。皆さん、分かっていると思うんですけど、アンコールを含めての2曲でございますんでね、次がアンコール前の最後の曲でございますんでね、皆さんね、よろしく。で、最後の曲はやっぱりこの人の曲しかないなと思います。年末も近いですね、スバルをお送りします。ありがとうございました。多大なるアンコールの曲をいただきましてありがとうございます。ですね、本当にね、今年1年といいますか、やっと冬らしくなってきたなと思って、います。私は神奈川県のね、藤沢市の出身なんですけども、やっぱり、
今ね安曇野市に住んでるんですけども、すごく暖かいとこから来たので、寒さってのはやっぱりね弱い子もあり刺激的な部分もすごく多いんですね。で、この信州というとこすごくね、もう冬、夏もいいんですけど冬がね何より信州らしいと思いますんで、皆さん、楽しんでらしていただければと思いますんで、よろしくお願いします。それではアンコールですね、また皆さんにお会いできることを記念申し上げましてですね、また会う日まで。またおいでいただければ嬉しく思います。どうも本日はありがとうございました。